柳モデルって本当世界的に知られてるモデルなんです、はい、企業理念パーパスとか一生懸命真面目に働いてくれてる優秀な社員たちの思いとか能力とかって有価証券報告書に書いてないよなと。これなんとか数値化するようなね、本当の企業価値みたいなのを考えろ。企業の SDGs バッジ装着率は世界一だよね。そういう会社の多くが ROE は 5%、3%、PBR 0.5。 それじゃあ僕たち投資家は納得しない。 ESG と ROE あるいは企業価値との関連性を証明して説明してほしいって言ったんですね。じゃあ逆に世界の投資家に聞き返してます。俺たち日本企業がね、 ESG と企業価値の関連性を数値化して証明して説明したらちゃんとそれを株価 PBR に織り込んでくれるんですよねって聞いた答えがこれ。皆さんこんにちは、ピボットの佐々木です。今回よりスタートするピボットファイナンスのシリーズではファイナンスの最先端のテーマを扱っていきます。ホストを務めるのは財務戦略アドバイザーの田中慎一さんです。よろしくお願いします。お願いします。田中さんと一緒に会計とかファイナンスの、はい、結構いろんな配信して好評で、なんかそうみたいですね。はい、はい、もうぜひ続けてほしいっていう、はい、自分でも反響びっくりします。あ、そうですか。はい、本も売れてる。 ありがとうございます、おかげさまで。はい、ということで今回ファイナンスをちょっとより深く学ぶためにも、はい、まあ、いろんな最先端テーマを最先端のゲストを呼んでやりたいなと思うんですけど、はい、これどんな感じにしたいですか、このシリーズを。ですね、はい、ファイナンスってなんかとっつきにくくて無機質で分かりにくいみたいなイメージあると思うんですけども、でもやってることは結構、まあ、ヒューマンドラマなんですよね。あ、はい、で割と結構その理論的な枠フレームワークも結構シンプルなんですよ。なのでなんかこうなんでしょうね、そんな難しくないっていうのもあるんですけども、いかにこう、まあ、面白いかっていうところをね、うん、うまく伝えられたらいいかなというふうに今思ってます。はい、はい、ありがとうございます。その記念すべき、まあ、第1回目なんですけれども、ゲストにお招きしたのはですね、以前番組でも柳モデルということで取り上げましたけども、はい、その柳モデルの提唱者である柳良平さんで、柳さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。もうお願いします。柳さん今エーザイのシニアアドバイザーであるとか早稲田大学 の、はい、客員教授であるとか、はい、いろんな肩書きお持ちですけど、はい、何者なんですか。今やね、名優の渋沢健ちゃんなんかはスーパーフリーターって言ってますけど、はい、まあ、5つのわらじを履く男と言われておりましてですね、まあ、昨年エーザイの CFO を自主的に退任して独立をしましてですね、はい、まあ、皆さん先輩を見習ってですね、社会貢献したいと思って、まずは早稲田大学の客員教授、それからエーザイのシニアアドバイザー、それからアビームコンサルティングのエグゼクティブアドバイザー、それから M&G というイギリスの投資会社の日本法人の副社長、それから漢方薬のつむらの社外取締役、今5つのわらじを履いております。はあ、5つのわらじってなかなかいらっしゃらないですよね。これスーパーフリーターってことですかね。貧乏暇なしなんですけど、まあ、一つ一つ責任が重いので真面目にやっております。よろしくお願いします。柳モデルって本当世界的に知られてるモデルなんですよね。そうなんですよね。佐々木さん分かります？柳モデルってなんかイメージできます？あ、前田中さんの講義で伺ったんで、はい、それの知識はありますけれども、はい、ね、はい、前回は柳モデルってすごくそのまあ影響力があるんですけど、この間なんか触りだけこう触れたような感じで、柳さんすごくお優しい方なので、この間触れていただいてありがとうございますっていうふうに、ね、メッセージいただいたんですけども、なんかちょっと申し訳ない気持ちであったんですよね。きちんと説明できてなくて思いっきり走ってしまったんですけども、今日はね丁寧にこう扱えるということで、はい、今日は楽しみにしております。はい、ですよね。はい、ということで柳モデルとは、はい、まあ、そもそも何なのかと、なんでこういうものを作られたのかというところを最初にちょっと解説していただければなと思います。はい、ありがとうございます。はい、すみません、ハードル上げていただいたんで、ですね、2つちょっと最初に申し上げますと、はいはい、1つはですね、まあ、我々は ESG ジャーニーの中にいると、まあ、よく言われますけども、うんうん、まだ僕たちは旅の途中で目的地についてない、はい、うん、従ってこの柳モデルにしてもいろんなインパクト会計にしてもさまざまな ESG の定量化やファイナンス理論の取り組みというのはまだ試行錯誤、うん、発展途上の段階で、今日も完璧な解をお示しするというよりはですね、なるべく近づけるような試行錯誤の努力を理論と実務、あるいはヒューマンドラマとおっしゃったんでですね、その辺の実態の話も含めてお話ししたいっていうのが一つですね。もう一つはですね、これ柳モデルとか皆さん言ってくださってるんですけど、なんだあいつ自分の名前つけやがって厚かましいやつだなと、まあ怒られると思うんですけど、これもともとは、非財務資本とエクイティスプレッドの同期化モデルっていう長い名前で日本語英語で著書論文発表してずっとやってきたことを、ハーバードビジネススクールのジョージ・セラハイム教授ですとか、元ブラックロックのインパクト投資責任者のエリック・ライスとか、
まあ、こういった方々がもうめんどくさいから柳モデルでいいと言って海外でもう一回柳モデルって言ってくださったんですね。で、まあ、海外で影響っておっしゃっていただいたように、そこからもうハーバードのインパクト果樹会計のチーム の論文もですね、ザ・柳モデルで引用して詳しく書いてくださってますし、まあ、去年 ESG の分野で女性の著者が2つベストセラー出してるんですけど、1つはインパクトチャレンジ、これはアレッシア・ファルサローネという元投資家ですけど今はシカゴ大学の先生なんですけど、彼女の本、それから、The Case for Impact というもう一つ、ソンジャ・ホントというノバルティスという製薬会社のインパクトバリエーションのヘッド、この彼女たち女性、日本のベストセラーにですね、まあ、詳しくザ・ヤナギモデルとして解説していただいてるんですね。まあ、そういった背景もあって広まってますので、まあ、今日は簡略してヤナギモデルと呼んでいただいてますが、厚かましい名前をお許しいただきたいと思います。この2点最初にまずお断りした上で、ヤナギモデルとは何ぞやと、なんでそんなこと思いついたんだとか、あるいはリアクションは周りどうなの、まあ、ツッコミどころ満載なんですけど、正直なところお話しますね。まあ、最初にこちらのですね、スライドを示ししたいと思うんですけど、 PBR 仮説というところからスタートをしました。で、まあ、これを作るきっかけとなったのは3人の人の影響がありまして、1人はさっき名優渋沢健ちゃんって言いましたけど、渋沢栄一の末裔でコモンズ投信会長の渋沢健会長なんですけども、渋沢さんは見えない価値を見える化する無形資産を考えてなるべく数値化して投資したいっていう思いをお持ちで、それを前職の UBS 時代から共有していた仲間なんですね。だからなんとかこう人の価値とかですね、知的財産の価値などを形にできないのかっていうのをテーマとして考えていたと、まあ、渋沢さんの影響が一つですね。もう一つはイギリスの師と仰ぐロナルド・コーエン卿という人がいまして、インパクト投資の父と言われる人なんですね。で、ロニーが言うにはインパクト、社会貢献 ESG 大事なんだけど、測定できないものは管理できないとして IMM っていうのを推奨してですね、インパクトメジャメントマネジメント、これアカシアさんまの言う生きてるだけで儲け物とちょっと違いましてですね、社会的価値を定量化しなきゃ伝わらないよっていうのは、これインパクト投資の根幹にあるっていうのが2つなんですね。で、3つ目、これ一番大きいんですけど、当時エーザイの財務部長としてこれ検討してたんですけど、一番最初はエーザイの内藤 CEO、 まあ今も CEO であられますけど、内藤 CEO からですね、良平ね、このバランスシートとかキャッシュフロー BL とか、お前がよく DCF とか EVA とか残余力モデルとか、まあ分かったよと、資本コストも分かったよと、まあ彼も MBA なので理解早かったんですけど、そこまで分かったよと、でもね、エーザイの持ってる企業理念パーパスとかパイプライン研究開発、認知症一生懸命やってることとか、一生懸命真面目に働いてくれてる優秀な社員たちの思いとか能力とかって有価証券報告書に書いてないよなと、これなんとか数値化するようなね、エーザイの本当の企業価値みたいなのを考えろって中継の中で宿題をもらったんです。で、その時にずっと悩んでて、どうやってそういう見えない価値を定量化する、あるいはそれをなんとか結びつけてコネクトできるのかっていうので、最初のヒントがこちらの PBR モデルですね。で、 PBR って今東証が1倍以上に してくださいとか言ってね、盛り上がってますよね、はい、で、社会説法ですけど、これ縦軸に PBR、 横軸に時間軸とって、日英米並べてみると、日本ってまあ大体1倍ちょっとの国で、イギリスおよび世界平均が2倍前後なんですね。で、アメリカ今だと、まあ、GAFA の活躍とかもありますんで、まあ、4倍っていうようなレベルで、PBR1 倍までっていうのは会計上の母価純資産、すなわち見える価値、財務の価値とも言えると思うんですね。例えばエーザイの有価証券報告書を見てバランスシートを見ますとね、総資産が1兆円強あって、総負債が3000億強あって、だいたい純資産って8000億ぐらいなんですよ。8000億強なんですね。そうするとエーザイの会計上の価値いくらだって言われたら、UFO に書いてますから、100人が100人だいたい8000億ですって言えるわけです。これ見えます。だけどさっき社長 CEO がおっしゃった人の価値や研究認知症の価値とかっていうのはバランスシートに載ってないわけですね。それを市場が正しければ、市場が理解して評価した部分っていうのは、その PBR1 倍の純資産を上回る部分にイコールじゃないにしろ反映されているべきだと。
というふうに思いついたんですね。だからそこから PBR モデルということを考え出して、 PBR1 倍までは財務の価値、開示されている会計上の価値、 PBR を1倍超えて市場がつけてくれた付加価値は見えない価値、無形資産、人的資本や知的資本の価値が反映されているというところで、価値創造を、一つの目安として PBR を軸に、切り口を見てみようというのがスタートだったんです。そこからですね、IIRC と言いますけど、国際統合報告書協議会というのがロンドンにありまして、今 ISSB の一部なんですけども、そこがあの6キャピタルモデルというのを2013年の論文及び方針を発表して、企業価値は6つの資本からなるよと、財務資本と人的資本などの5つの非財務資本だというのを発表したんですね。その時の、コンサルテーションとかパイロットスタディに入っておりまして、ロンドン頻繁に訪れてたんですが、この柳モデルの原型の PBR 仮説を、まあ、彼らも承認して、これに近いイメージでいこうということで、あの IRC のウェブサイトにも出してくださったんですね。ですんで、人的資本などが PBR1 倍以上の部分に反映されるという、これが入り口と、3人の人物が私に影響を及ぼして考えた最初の入り口がこちらなんですね。ただそれを世界の投資家と確認していく作業が必要だと思っていたんですね。概念フレームワークだけじゃなくて、それがマーケットのリアリティから近いのか正しいのか遠いのかということで、2007年の UBS 勤務時代から私は15年間連続で世界の投資家アンケートっていうのを取ってるんですね。だいたい100人から200人の、日本人と外国人半々ぐらいで回答をくれるんですけど、まあ、ロングオンリーの長期投資家かつ私が直接会って知ってる人たちで一定の権限を持ってる人間なので、まあ、かなり意味のあるアンケートだと思うし、他にはあまりないアンケートだと思うんですよ。その IR のミーティングの時に取られた、聞いたりヒアリングされたっていう、最初はそういうのもあるんですけど、もう仲良くなってからはエーザイの IR とか関係なく、な日本株の議論しようぜとか、ガバナンスの議論しようぜっていうリクエストのが多くなるんですよ、途中から。そうするとロンドンやニューヨークであのラージミーティング、スモールミーティングやると50人100人って投資家さんが、エーザイのプレゼンやるときもあるんですけど、日本企業のコーポレートガバナンスとか財務戦略っていうテーマで聞きに来る中で、まあ、信頼関係ができて、それからはあの早稲田大学のプロフェッサーとしてあのアンケート調査を一斉にメールで投げて、電話やメールやインタビューで取っていくというふうに変わっていきましたね。まあ、もちろんエーザイの IR をきっかけに知り合った人もいますし、 UBS の時にあの株式本部にも所属してましたので、世界中の投資家お客さんだったので直接連絡できるんですね。だから普通に証券会社に IR 投げるより自分でアポ取ったが早かったぐらい世界の投資家親しくしてたので、直接取れるっていうのがちょっと特殊な立場だったんです。でそれも長くやってて、私自身 UBS 時代から15年間だいたい200件ぐらい外人投資家と面談して、年間15年ですから3000回面談してますから、もうあの公式のエーザイの IR としての仕事プラスアルファで日本企業や日本経済、日本の ESG どうあるべきっていう議論も積み重ねてきて、まあ、応援してくださってたんですね。その代わり本音で厳しいことも言われてきました。そのエビデンスが次のスライドなんですけど、最初に日本企業の ESG についてどう思いますかって近年聞いてるんですけど、これ直近の21年22年のアンケート結果なんですね。でこれね、面白いんですけど、外人投資家によく言われるフレーズで、 ESG for ESG is nothingWe need a ESG for value creation. Japanese companies ESG is noise excuse to hide from low ROE and low PBR. すなわち俺たちが求めてるのはアンケート通りですね。ESG のための ESG なんかじゃないんだと。日本企業の SDGs バッジ装着率は世界一と言われますね。自主的な統合報告書発行部数は世界一と言われますね。TCFD もそうですよね。TCFD もナワーでしょ。で、木を植えました。女性を増やしました。寄付をしました。美しい写真とともに美しい統合報告書を作るけども、そういう会社の多くが ROE は 5%、3%、PBR 0.5。それじゃあ僕たち投資家は納得しない。我々は価値創造のための ESG を求めているんだ。だから日本企業は低い PBR や低い ROE の隠れ蓑にしてないかと、 ESG を言うことによってですね。だから綺麗事曖昧事じゃなくて、
ESG と RE あるいは企業価値との関連性を証明して説明してほしいって言ったやつね、まあ、これかなりハードルは高いんですけど理想論としてはそうですよね。で彼らが言ってるのは決して株主原理主義ではなくて社会的価値と経済的価値の両立 ESG と企業価値の両立ですから、まあ、フェアな長期投資家の声とも言えますしまさに論語とソロ版なんですね、うん、じゃあ逆に世界の投資家に聞き返してます。次のスライドなんですけど、じゃああんたがそんなこと言うんだったら俺たち日本企業がね ESG と企業価値の関連性を、まあ、拙くてもある程度数値化して証明して説明したらちゃんとそれを株価 PBR に織り込んでくれるんですよねって聞いた答えがこれなんです、うんうん、するとですね4分の1くらいは 100% 半分のぐらいがほぼほぼ全て、うん、大体の投資家がですね ESG の価値のほとんど全てを本来 PBR に織り込むべきだ織り込みたいって言ってるんですね。だから私はここに光があると思うんですよ、まあ、よく言ってるのは日本企業は YDK、まあ、やればできる子って言ってるんですけどPBR1 倍って悲しいじゃないですか。付加価値がない人的資本の価値ゼロって見られてるありえないじゃないですか。潜在的な価値はあるわけでもそれを定量化して証拠を示してエンゲージメントで詳しく説明することで投資家が PBR 織り込むって言ってるんだったらそれが一つ PBR一倍割れ解消の道筋に長期的にはなりうるんじゃないかっていうのが、まあ、一つもう一つのインセンティブで世界の投資家に背中を押されたっていう側面があります。これあれですよね ESG の価値を、うんPBR に織り込むべきっていうのをもう少し砕いて言うと、うん、その PBR の、打ち手その施策をきちんとやっていれば、うん、その企業価値の評価として、まあ、織り込むよということですよね、うん、そうですそうです、だから要は社会的な貢献をしっかりやっている会社は、うんまあ、例えば環境問題ちゃんとやってる、うんはい、ナビ統制ちゃんとやってると、まあ、リスクが低いだろうと、うん、そうすると資本コスト低減効果によってバリエーション上がりますから PBR が上がるだろう。あるいは R&D や人件費に積極投資してあるいはダイバーシティを促進して多様な意見を取り入れてる会社は従業員もやる気になるしいい提案も来るからこれってきっとイノベーションとか新商品とか産むだろうと。そうすると成長できると。そうするとパーペチャルグロースレシオ G が上がってきます。エクスペクテーションが成長の期待値が上がりますのでバリエーションが上がる長期的な成長率が上がるですね、はい、ですね足元の ROE も重要なんですけど長期的に企業価値を高めるのはやはり資本コストを下げて成長期待を高めるそのための本業の社会貢献がですねやはりリスクを下げて長期的成長も貢献できるんだっていう結びつきをお示しすることによって、うんね、長期投資家は PBR に織り込んでいくという側面があると思うんですね。なんか佐々木さんねその、うん、ESG って最近もう、まあ、ブームを通り越してもう毎日のように聞くようになってるじゃないですか。だけどこの ESG ってまだねそのふわっとしてるイメージがどうしてもねまだあるんですよ、うん、とかなんかコスト先行で理念は分かるんだけれども、うん、これがどうして企業価値の、うん評価につながるんだろうとかってやっぱあるんですよね、うん、で、まあ、柳さんの今おっしゃったのはいやそうじゃないと、うん、ESG にきちんと取り組んでる会社っていうのはその市場からも評価されるんだっていうお話なんですけどもでもやっぱり、ね、まだふわっとしてると拭えないと。でそこでじゃあその ESG の、具体的な施策ですよね。でそれをじゃあその影響を定量化しようっていう試みが世界であちこちで行われてて私は柳モデルを含めて3つあるというふうに思ってるんですよね。で一つが先ほど柳さんもお話しされてたそのハーバードビジネススクールの、まあ、セラフェム教授が主導しているそのインパクト加重会計と言われるものですよね、うん、あともう一つは、まあ、ヨーロッパを中心に BASF とかサップとかがね、うん、著名な会社が中心になって進めているこのバリューバランシングアライアンスって、うん、VBA ってあるんですけども、まあ、この2社は、まあ、ちょっと似てますよね。似てますね。つまりその、はい会社のやってるいいことをのその社会的なインパクトを数値にして測定しようっていう、まあ、そういうイニシアチブなんですよ。で3つ目が柳モデルなんですよね。でこの2つはね前者の2つはねまあ、分かるんだけど多分ねなかなか分かりにくいふわっとしてるってのあるんですけども柳モデルが素晴らしいのはめちゃめちゃシンプルで超分かりやすいんですよ、ね、でなぜかというとその ESG 策がその企業価値つまり会社のファイナンス戦略の主要テーマっていかにその、事業を強くしてその 本業の事業が生み出すキャッシュを、まあ、増やすみたいな話なんですけども、まあ、これが企業価値の、まあ、ベースですよね。
で、この企業価値の評価にどう影響するのかって直接的に定量化しているのがこの柳モデルなんですね。すごくシンプルで圧倒的に分かりやすい。それで日本企業でもやっぱ広まってるっていうのは一つそれが大きな要素があるのかなっていうふうにまあ思ってるんですけども、こんな説明だってますか。いやもうさすがです、ありがとうございます信者になっていただいてありがとうございます私よりあの上手に説明していただけるんで本当嬉しく思ってますけど、その柳モデルが次のスライドなんですね、はいはい。まあ、そういった PBR 仮説や投資家の声を消化して行き着いたのがこれなんです。で、申し上げたように非財務資本とエクイティスプレッドの同期化モデルと言っていたのを、まあ、海外の、オピニオンリーダーが柳モデルと言ってくださって、そういうニックネームになってますが、まあ、これは、この図のセンターですね、ど真ん中見ていただくとさっきの PBR 仮説なんですけど、株主価値あるいは長期的な企業価値は黄色い部分ですね、株主資本の母価、エクイティブックバリューと言いますけど、会計上の母価純資産と言ってもいいと思いますけど、例えばエーザイ株式会社だと8000億ぐらいでバランスシートの純資産のところですね。でそれに対してその上の、黄緑で赤く囲った、ところ市場付加価値、これ PBR1 倍超えの部分なんですけど、これは、有価証券報告書バランスシートに載ってない見えない価値だけれども、長期的な時価総額が母価を上回る市場がつけてからくれた付加価値、あるいは、会計上は自己創設のれんという言い方もしますね。 M&A の時にのれんって起こってくると思いますけど、母価以上で買収するプレミアム部分ですね、それは平時ではブッキングできないので、自己創設のれんは、オフバランスで市場の評価としてのプレミアムとしてある部分です。でこの見えない価値が、左上のイントリジックバリュー、まあ、これは、2009年の著書で発表したものですけど、 PBR1 倍以上のところに人の価値やサステナビリティの価値が反映されているであろうというのを、まあ、著書で発表しました。そして右側の IRC-PBR モデルでは、2013年の6キャピタルモデルからですね、発展して IRC と一緒に、検討したものですけど、黄色い部分の株主資本母価、これは、財務資本会計上の価値だろうと、PBR1 倍を上回る市場の付加価値が、右上の5つの非財務資本人的資本の価値などが反映されているだろうと、まあ、市場が賢明ならばこれがイコールに近づいてきます。で長期的不特定多数の意見はだんだん修練するので一定の利があるという考え方ですね。短期では株価は間違いますけど、したがって例えば今のエーザイ株式会社でいうと、真ん中に戻りますと黄色い母価会計上の価値が8000億で、ざっくり PBR1 倍超の部分が2兆円弱になります。で PBR、緑の部分ですね、緑の部分ですね、で PBR3 倍ぐらいになってるんですね。だから、PBR1 倍までの8000億が財務の価値、2兆円弱が非財務の価値があるというふうに解釈をするわけです。そしてその非財務の価値は、人的資本社員の皆さんの価値だったり、アルツハイマーを中心としたパイプラインの知的財産の価値などが反映されている、あるいは高度なガバナンス IR の価値が反映されているというふうに思われるわけです。一方で、ね、田中さんも私も同じ出所ですし、はいはい、ファイナンスの人間ですからボトムラインに戻りますね。これファイナンス講座だと思うんですけど、残余利益モデルというバリエーションのモデルがありまして、まあ、あの今までも解説されたかもしれませんけど、まあ、DCF とか結論は一緒になりますけど、違うやり方でやると残余利益モデルは企業価値、株主の価値はVB というのはブックバリューですね、エクイティブックバリュー、さっきの黄色いところの株主資本の今の母価に将来の利益が資本コストを上回る超過利益、残余利益の流列の現在価値の総和を加えたものという考え方なんです。でこれを一定の前提条件から式を単純化すると、赤く囲った部分っていうのはですね、エクイティスプレッドの関数になることが数学的に証明できます。したがって資本コストを上回る ROE を上げることで PBR は1倍以上になる、まあ、これはあの会計分析なんかしてもですね、ROE が 8% を超えると PBR が1倍超えになる傾向が日本ではあるんですけど、投資家アンケートでもだいたい株主資本コスト 8% というのが近年のコンセンサスなので、やはり ROE の意識、資本コストの意識っていうのは重要になる。ただこれシグマですから未来永劫の流列なんで長期の考え方なんですね。そこがポイントですよね。長期のポイントですよね。短期では合わないんです。で
そうしますとですね、日本の社長さんがおっしゃる人が大事なんだ、社会貢献が大事なんだっていうお気持ち、 ESG 非財務資本と、外人投資家が要求してくる ROE を上げてください、株主資本コストちゃんと意識してください、知ってますかそもそも、という厳しい質問は二項対立のように見えて実は同じ船に乗ってる、このPBR1 倍超えの黄緑を赤く囲った部分、まあ、全部赤い太枠の部分っていうのは相互に整合性があるはずだというふうになるわけですね。だからこれはウィンウィンのモデルであって、社会的価値と経済的価値の両立、まあ、先ほどの渋沢さんも論語とそろばんを反映しているというふうに評価してくださるわけです。ただ今ね、さすが田中さんね、間髪入れずにおっしゃっていただいたように、このモデルの成立要件、前提条件はロングターミズムです。ショートターミズムはこの均衡を破壊する。例えば実際にね、エーザイって人件費も結構高い、投入してる、研究開発費もすごい高いんですよ。それで、業績がいい時も悪い時もありますよね。で、PL が足元悪い時に人件費、研究費を将来のために投資していたら、CFO としてですね、例えばニューヨークのヘッジファンドのロングショットの方々に囲まれてですね、お前業績悪いのにね、使いすぎだと、人材や研究開発で、だから人件費を半分にして、研究開発も半分にして、今日の EPS、 今日の ROE 上げろって言われたことがあります。で、私の答えはここからノーなんですけど、皆さんの言う通りやれば今日の ROE 上がります。だけど長期的には ROE が上がらないし、今患者様貢献とか社員に報いるっていう ESG 非財務の価値がなくなってしまうので、市場が賢明なら PBR も下がってしまうと。したがってロングターミズムで、人的資本、知的資本に投資させていただきたいと。ただ5年10年の経営で事後的長期的に株主も報いていきますというような、まあ説明をしてきたんですね。まあ、それは取りもならさずですね、まあ、今日後でね、パーパスの話もしたいと思うんですけど、エーザイの企業理念とも一致するんですね。すなわちエーザイって面白いんですけど、2005年の株主総会で世界で初めて定款に企業理念を入れた会社だと。まあ、何年のために2005年に2005年、ああ、我々が調べた限りにおいてはですけどね、ダノンやネスレやイオンさんやオムロンさんよりも早かったんですね。まあ、オムロさんとかは昨年だったと思いますし、イオンさんはエーザイの翌年ぐらいだったと思うんですけど、ダノンでさえ2020年ですね。そうですよね、フランスの崩壊者の後だったと思うので、なので我々の知る限り世界で初めてなんですけど、その企業理念って患者様第一主義なんですよ。やっぱり人の命や健康を守るのが製薬会社の使命。ただここにとどまらず、その結果として事後的長期的に経済的価値も作りますって歌ってるわけです。そしてその順番を逆にしちゃいけない、まず患者様貢献ありきで事後的に株主も報いられる、これ逆じゃない、今株主に報いて患者さん犠牲にするっていうことはあってはならないって会社の憲法に歌ってるので、先ほどのヘッジファンドのような攻撃には柳モデルと合わせて定款がディフェンスになるわけですね。まあ、皆さんのおっしゃってることはそれ定款違反になります、順番逆にすると。それは株主提案を出してくださいと、定款変更するしかありませんねとも言えるわけですよね。まあ、そういった観点からこの柳モデルは、長期の考え方に基づいている。で、IRC や世界の投資家から一定の支持を得たことからですね、ここからがまた次の波があるんですけど、概念フレームワークができたと。これ本や論文で発表して一定の評価を得られてですね、ちょっといい気になってました図になってですね、これ鼻高々でですね、どうだと英語でもこれ出してね、みんなに褒められた。ハーバードにもブラックロックにもハーミーズにもレールペンにもカルパース、カルスターズにも褒められた、やったね。そして IIRC と ICGN のジョイントカンファレンスが2016年ロンドンの ロンドンタワーホテルの前のタワーホテルであったんですね。そうすると ICGN 国際コーポレートガバナンス連盟と、さっきの IRC 国際統合報告書協議会の、ジョイントカンファレンスで世界のアカデミシャンや投資家が招かれてですね、まあ、パネルでいろいろ発表する中で、世界中から2人だけ CFO が招かれた、招かれたんですね。1人はこの柳モデルを発表した私で、 IRC も応援してくれてウェブサイト出してましたから、これをプレゼンして非常に有頂天になってたんですね。ところがですね、もう一人呼ばれた CFO が私の次にプレゼンします。それはドイツの SAP のルカ・ムチッチという CFO です。はい、うん、同じ頃 CFO になって同じ頃引退した、今となっては盟友なんですけど、その日が初対面で、彼は
これは素晴らしいと私のモデル褒めてくれたんですけど、もっとすごいのを出してくるんですけどその時にすでにドイツの SAP は ESG の定量化を終えていた。勘弁法ですけどね、例えば従業員満足度調査を毎年していて、その点数が 1% 上がると営業利益が60億以上上がるという性の相関がありますっていうことをですね、もう前年からですね統合報告書でも開示していて、企業価値じゃなくて営業利益に影響するってポイントなんですよね。今思えば非常に単純な単回帰で20年分の従業員満足度調査の点数を平均点を横軸に20年分プロットします、縦軸に20年分の営業利益をプロットします。そうすると傾向線が右肩上がりになんとなく引けたその傾きを言ってるだけなんですけど、当時はまだ曖昧な ESG とか非財務とか言われたばっかなので、すごいと、SAP SAP は従業員のモチベーションが 1% 上がると営業利益が60億上がるんだ、拍手喝采スタンディングオベーションみたいな勢いですよね。まあ、正直化けたと思いましたし僕はこの時エーザイの数値を出してないんですよ、ね、PBR、あ、そうだったんですね。まだ PBR1 倍以上のところに人の価値やパイプラインの価値があるんで、長期主義で人件費や研究開発を投資してアルツハイマーの成功を目指しますと、10年平均の ROE は 10% 以上ですっていうプレゼンをして、ただ数値化できてなかった。そこでこれを数値化しなきゃいけない、なおかつ SAP さんが行われたような単回帰以上のものを作らなきゃいけないって2016年ロンドンタワーホテルの夜泣きながら誓ったわけですね。負けたと数値化しなきゃダメなんだと。あ、その先に今のこの柳モデルの定量があるんです、ね、があるんです。なるほど。そして行き着いたのがこちら、うん、次のスライドに、これでもちょっと思い戻ってあ、どうぞどうぞ。これこれだけをパッと初見で見た人は、うん、なんか多分眠くなってくるっていうか、うん、ちょっと捉えどころ難しい感じしましたよね。だけど、ね、これね、数式自体はシグマとか出てくると確かに我々算数が苦手な人固まっちゃうんですけど、でもね、これ言わんとしてることって実はすごくシンプルなんですよね。シンプルですね。この真ん中は分かりますよね。つまり、PBR1 を超えるね、時価総額を超える会社っていうのは、まあ、緑の部分、市場付加価値って言われる部分ですよね、あれがこう、発生してますと、あれはなかなか見えなくて、で、見えない価値の実態は何かっていうのは、この右のところにずれるんですけども、非財務資本って言って、まあ、5つの資本が囲まれてますよねと、あれで、もう簡単にざっくり言ってしまうと、あれがいわゆる、まあ、ESG 要素なんですよ、ESG ファクター。なのでESG の施策を適正に打つと、あれがその、時価総額つまり母価を超える部分に、まあ、反映されますっていうのが、まあ、一つあるんですよね。でもう一つその論語とソロ版でいうところの、まあ、今の右のところは、まあ、言ってみたら、論語になるんですけども、下がソロ版なんですよね。でこれねシグマとか出てくると固まっちゃうんですけども、あれ言ってることすごく単純で、投資家株主が期待しているその期待リターンってありますよね、だから会社から見たら資本コスト、負担している調達コストなんですけども、それを上回る利益を上げなさいっていうことなんですよね。だから日本の会社で多いのは、いや利益打ち出してるじゃんと、何が問題なのと、だけどいやそれ利益確かに上がってるけど、いや資本コスト加味したらそれマイナスだよとって言って、あそこはマイナスになる、だから PBR が1を割ってしまうってことなんですよね。だから BV、ブックバリュー、母価純資産からマイナスすると、株主価値ってブックバリューより小さくなるから、PBR が1を割ってしまうって話なんですよね。なので、ダノン の CEO が、ね、退任させられた時には、ESG はすごいやってるわけですよ。ある意味優等生だったんですよ。だけど、まあ、メジャーな投資家からもう退任圧力がかかってる。それなぜかっていうと、いやその下の部分、下の部分別に PBR 一応割ってるわけじゃないんですよ、割ってるわけじゃないんだけども、いや俺たちが期待してるその期待には届いてないと、君退きなさいっていうことも言われたんですね。でそのメッセージ何かっていうと、つまり ESG 一生懸命やってますっていうのは、その高い ROE を実現していないことの隠れ蓑にはならないっていう、さっき英語で皆さんおっしゃってましたけどもその部分なんですよ。そうですね、はい、そしてこれが今の東証の PBR 一倍割れ解消問題のヒントでもあるとですね、田中さんおっしゃった通りね、やっぱり株主の期待するリターンを上回る ROE、 資本コストを上回る ROE を上げないと
この数式からこの図からもですね PBR1 倍以上のところがゼロになってしまいます、あるいはマイナスになってしまいますから ROE を上げなきゃいけない。ただ長期で ROE を上げましょうと。そしてそれはリンクしているのが非財務の価値で人的資本や知的資本なども長期で会社を支えて ROE を高める、成長していく、リスクを下げることに貢献しますから PBR1 倍割れ問題の解消は資本コストを上回る ROE を上げること、ただそれは長期で、そしてその長期で ROE を高めるための、基盤としての非財務資本、知的資本、人的資本などが支えていきますから、やはり ESG 非財務を今、大事に、投資することが重要ですよっていうメッセージにもなると思うんですね。それでは田中さんがね分かりやすく解説していただいたんですけどねパッと見小難しいんですけど眠くなっちゃいますけど、まあ言ってること単純なんですよね、はい、そうですね、はい、なのでこれを数字で証明するというのがこちらなんですけど、他にもいろんな分析がありますし、世界中にですね非財務と PBR あるいはトービンの Q といった指標との相関を示す実証研究というのがあるんですけども、おそらくハーバードビジネススクールと我々の知る限り世界で初めて一企業の ESG が一企業の PBR 企業価値を高めることを重回帰分析で統計学的有意差を持って証明して詳細を開示した事例であるということになるのがこちらのエーザイ株式会社のケーススタディでの回帰分析なんですね。どうです、日本企業世界平均イギリスにあげる PBR の2倍の国になれるでしょう。日経平均その時は4万円です。日本企業の企業価値は倍増できる、その前提は ESG の価値を説明すること。だから僕は日本をですね ESG が救うと思ってるんですね。だからこの柳モデルや具体的事例にコミットしてます。熱い思いを語っていくって最後はね、マイナスはヒューマンドラマだとおっしゃった通りで、嬉しくなっちゃいますよね。そこで危機としてね、うちの会社こうなんだよって言えるところが伝わってまさに相関がいいんだ。ただそれだけではなかなか海外の投資家は納得しづらいところあるので、例えば柳本のようなフレームワークやまあサポーティブデータとして出すとですね、まあそれは理論と実践で腑に落ちていくわけですね。導入企業増えてると話もありましたけど、さらになんか増えそうな感じはあるんですか。